今ない〇〇を妄想する M8 状態ショータイム、二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今、うん、絶賛流行ってます、うん、テネット映画、はい、映画、うん、クリストファー・ノーランのテネット、うんうんうん、あ、そっか、見れない。なかなかこの365日、ま、夜の10時までここにいるとなかなか見れないですよね、うんうん、なかなか見れないですね。私もこのコロナ禍のちょっと仕事がなかなか混んでこない状況を利用して2回見てきましてですね、うんうん、なんか複数見るのが流行りだって複数やっぱり、うん、クリストファー・ノーラン監督が、うん、そのこの映画業界、うんうんうん、危機的な映画業界を救うためにテネットを使わせたのかなと思うぐらい難解で、うんうんうん、で見て面白いは面白い、うん、から後で、ね、難しいんですよ、うん、なんで後から必ず多分解説動画を見てもう一回もう一回っていう複数回見る状況をテネルなんて、うん、ありますね。あるようですけども、うん、まあ、そのクリストファー・ノーラン監督が作ったインターステラー、うん、インターステラー結構衝撃を受けた映画、うんうん、インターステラーは見ましたか。映画館で。映画館で。ああ、羨ましい、うん、私はまあ、多分戦略なんでしょうね、うん、アマゾンプライムで、うん、インターステラーとかバットマン・ビギンズとか、うんうん、インセプションとか、うん、そのクリストファー・ノーラン監督が、うん、作った映画がとても出てるので、うんうんうん、まあ、それに乗せられて、うんうんうん、多分そのテネットを見てしまったんですけども、うん、今日はこのテネットではなくて、うん、インターステラーの話がしたい、はい、このインターステラーの映画をどう受け止めるか、うん、どう受け止めるか、あれってその、うん、惑星間を移動するっていう話、うんうんうん、とてもその SF とか物理っぽい話だけれども、うん、ある効果、うん、ある現象が起きて、うん、それが急になんか5次元の話になるみたいな、うん、ある状況から、うん、そのなんていうんだろう、急に本棚の裏に行くんですよね、うん、ブラックホールに入っていったんですよね。ブラックホールに突っ込んでいきましたね。突っ込んでいって、そこからこう本棚の裏みたいな、はい、すごい5次元って言われてて、はいはいはい、急になんかその SF の話から、うん、急に僕の中では、うん、急にスピリチュアルの話になったんですね。スピリチュアルっていうか、まあ SF ですからね。SF の話。あ、なるほど。要は SF ってサイエンティックフィクション、うんうんうん、でも要はサイエンス、サイエンス、サイエンスとスピリチュアルってなんか一番遠いものだっていう認識なんですよ、僕の中では、うん、まあ、僕のあの捉え方っていうのは、はい、こう人の意思、はい、要はあれ地球が滅亡するって話じゃないですか。もう危機的状況だと、うん、はい、それを何とかしたい、したい、子供のために家族のために、はい、で行って宇宙に旅立つって話じゃないですか。要は俺が初め、俺が選ばれた、うん、って言っていきますよね、うん、はい、だけどそれは自分の意思だったって話ですよね。あれ読んだのは自分、そう、ブラックホールに入っていって本棚の裏に行った自分がこう呼び寄せたで、うん、主役は娘だったみたいな。主役は娘だった、まあ娘とそのお父さんもですよね。そうですね、お父さんの思いによってこう次元も5次元に入ることができてみたいな。あれを見た時に、うん、ユーミンの優しさに包まれたならっていう歌で、なんか小さい頃は神様がいてって歌があるんですけど、はって、ユーミンは分かってたんだと。何がですか。要はそのいろんな現象、身の回りで起きる現象は全て誰かからのメッセージ、目に映る全てのことはメッセージって言うんですよ、うん、なんで全ては誰かからのメッセージなんですよ、うんうん、で受け取ったんですね、あの映画から。あれはだからお父さんの思いが娘に届いたって話で、うん、プラス我々で起こっていること、うん、全てのことはメッセージなんですよ。分かんないですけどね。で思ったんですね。で僕はだからあれを見て思いには力がある、はい、
はいはいはい、人の思い、信念、思い、そういったものには力がある、はい、それはスピリチュアルですよね。それを、あの映画では科学だと定義づけた話。ああ、なるほどなるほど、うん、今までスピリチュアルだと思われていた愛の力みたいなのは、はいはい、スピリチュアルじゃなくてもう物質的な科学的な話なんだっていう受け取り方、受け取り方っていうか、そういう説明をしてた気がするんですよね。僕の中ではもう唯一愛だけは、うん、その数式とかがないと、うん、証明できないからこっちを試すべきだってアン・ハサウェイが言うんですよ。それはなんか愛には力がある、なんか量子力学と同じように、量子力学だったかどうかは分かりませんけど、同じように力があるんだ、はい、っていうこっち側に科学に持ってきたって話で受け止めましたけど、ね、僕は科学をこっちにし、はい、スピリチュアルの方にしたって思ったんですね。は逆の、そう、逆の説明をしてるって思った。なるほど。あの説明が愛には力があるんだ、同じように、だから、うん、今解明できてないだけで科学なんだ、はい、なるほど。やっぱ 見方は見方は自由ですもんね、うん、っていうのを見て、うん、これは、うん、その我々よくやってるエニアグラムの話、うん、エニアグラムですもん、要は自動的に湧き起こってくる感情とか性格とか反応で人々は動いていて、うんうん、多分そういうところに気づいていないんだな。要はメッセージを送られてきてるのに、うん、例えばそんなのないよ、うん、で、なんていうの、後天的に得た知識とかで、うん、お化けなんていないんだよ、うん、って言ったりとか、うん、インタースラでお父さんも、うん、要はお化けなんていないから、それをもっと突っ込んで検証しろと、うん、って言うんですけども、うん、いや、そういうのがあったって話じゃないですか。でも僕の受け取り方ではそれは5次元があった、5次元を科学的に解明できるって話。受け取り方、うん、なるほど、うん、なのでちゃんと見なきゃと思ったんです、うん、感じなきゃって、うん、メッセージを、だから僕は解明しなきゃですよなるほど、なんでよく私がある意味と思ったのは、うん、何かがしたいから調べたり、うん、っていうのも、うん、まず先に感じるべきだなと感じたんですよ、うん、僕はこうだから信念ですよ、思うべき、こうなりたい、こうありたい、なるほどだからその思いには力がある、それはスピリチュアルじゃなくて科学、科学なんだ、そう、受け取り方がこんなに違う。これをスピリチュアルだっていう人もいるかもしれないけど、はいはいはい、これが科学なんだって話です。まあでもこれそもそも SF なんで、はい、サイエンスフィクション、物語ですよあ、なるほど、それが実際にあるかどうか、それを本当に科学的にあるって思ったわけではないですけど、なるほど、映画の中ではこう思い、信念、愛っていうものには力がある、科学なんだっていう、うん、なるほど、で、まあ、なんで映画の中でも、うん、インターステラーっていう映画の中でも、うん、自分自身の思い込みが、うん、自分自身の世界や人生を作っている、うん、で主人公が、うん、まあ、男性、うん、マシュー・マコノヒーの娘さんが、うん、まあ、映画の中ではマーフィー、うん、マーフって呼ばれてマーフィーの法則、うん、でこのマーフィーの法則っていうのが起こる可能性があることは必ず起こる、うん、あ、スピリチュアルやん。これはでも僕は確率の問題だと思いますけどね。もうそもそもマーフィーの法則自体が、例えば電車が事故るかもしれないっていう可能性はあるわけじゃないですか、はいはいはい、で今ここで起こらないにしても世界中のどっかで起こってるかもしれないし、はいはい、過去未来どっかで起こるかもしれない、なるほど、で考えると絶対起こるじゃないですか、なるほどなのでまあそれと思いの力ですよなるほどっていう、うん、まあこれはすいません、ダマなしとして、うんうん、まあ、今週ちょうどテネットを見て、うんうん、あ、この、うん、何だろう、アマゾンプライムで、うん、だからクリストファー・ノーランがたくさんやってるんやっていう、この今週の話で言うと、まあ竹内優子さんが悲しい事件がありましたけども、あれを見て、まあちょっと前に小倉優香さんの
ラジオの問題がありましたよね、うん、要はそのラジオの降板本番中に降板を申し出て、うん、そのまま辞めるっていう、うんうん、でその後で無責任だって叩かれる、うんうん、あれを見て、うん、そのいやなんかねその追い詰められて、うん、その自殺を選ぶ人に、うん、逃げればよかったのに、うん、でわーって声が上がるじゃないですか、うんうん、で彼女は逃げた時に、うん、無責任で叩かれる、うん、なんだこの構図は、うん、でちょっと思ったんですよね。両方いる可能性ありますよね。両方いる、そうやって逃げればいいのって思う派と、はいはい、責任があるっていう派、あ半々いて、半々かどうか分かんないけど、はいはい、でその人もあるかもしれない、その人に原因があるかもしれない。なるほど。この人だったら逃げても何も言われないけど、この人が逃げると何か言われるみたいな。いやそこはもう一緒でいいじゃんって思うんですけどね、っていうのもあるじゃないですか、まあ、気に入らない、あいつ気に入らない、はいはい、とは思いますけどね。そこはだからあれですよ、アドラーですよね、他者の課題ですよ。なるほど、なるほど。他者の課題に口を出すなっていう。そうですよね、うん、それは確かに、うん、ただまあその、うん、成功してたと思われる人が、うん、そのよろしくない方法を取る、うんうん、ことに対して、うん、あのロザンっていうコンビ知ってます、うん、知ってます。あの宇治原さんと YouTube 出てきます。菅ちゃん、そう、あれ、ごめんなさい、あれ僕がよく見るからすいません。でまあ面白い言い方をしていたのが、うん、芸人は、うん、人の前でクソほど滑る経験をすると、うん、それを同業者にも見られる、うんうん、からそのかっこ悪い部分を見せるっていう経験を味わってるし、自分を見てるから、うんうん、そのあまり何て言うんだろう、つまずいたと思わない、うん、がそのやっぱり役者さんとか、うん、常に自分のいいところを出してる人は、うん、なかなかそういう、例えば今のコロナ禍で、うん、その自分がなかなか表現できないとか、うん、失敗するのを見せるのが恥ずかしいとか、うん、っていう思いがあったのかもなんて言い方をしていて、うん、なるほどってちょっと思ったのと、今日あの松本さんは、うん、あのまあ、俺もわかるみたいなこと言ってましたけど、要は誰の意見が、竹内優子さんの事件に対して、うん、あの今日松本人志さんが、うん、分かるっていうのは死ぬ、自殺をしてしまう気持ちが分かる、気持ちがいいわ、うん、俺もそうしようとしたことがあったと、うんうん、あの思いど周りから見れば思い通りにいっているように見えるかもしれないが、うん、自分の中では違うと、うん、でニッチもサッチもいかない状況に、うん、だったらじゃあその道を選んでやろうか、うん、で思う気持ちも分かるっていう話をしていて、うんうんうん、まあ、その辺は手放しましょうなんですけどね。まあそう、人がまあ介入しにくい部分ではありますよね。もう一回ごめんなさい、人。人がまあ介入しにくい。本当に自殺をするレベルに悩んでる人に、どう声をかけていいのかみたいな問題じゃないですか。はい、それは手放した方がいいよって言っても。気軽に言うなですね。気軽に言うなだし、本人も分かってたりはするんじゃないかなっていう。良くないってことぐらいは。だからなかなかそうそう、本気で向こうが心を開いて、こっちに来てくれない限りはこっちが言うアドバイスも聞き入れられない。偉そうなこと言ってもいいですか、うん、あの昔読んだ小説で、うん、あの村上龍の、うん、コインロッカーベイビーズっていうのがあって、うん、その中でその僕は母親から受けた心臓の鼓動の信号を忘れないと、うんうんうん、死ぬな死んではいけないって出てくるんです、うん、これやっぱそう思った時は心臓に手を当てるべきですね、うん、心臓はな、あなたのハートは何て言ってるんだと、うん、で偉そうに死にたいって言ってるかもしれない。心臓は動いてますよ、最後の最後まで、うん、だから止めに行ったんじゃないですか。はい。でまあなんか突発的なとこもあるじゃないですか。で、うん、最初のインターステラーの話を戻すと、うん、それは自分自身の思い込み、うん、要は自動思考ですと、うん、でまあ分かるんですけどね、それは自動思考なんですって言っても、うん、この死にたい死ぬレベルまで悩んでる人がそれは自動思考なんですとか言われても、はい、あそうなんですねってはならない。なるほど、じゃあエニアグラム勉強しますとはならないならないんじゃないかな、そうは言ってもみたいな。これはね、うん、本当なんとかしたいんですよ、うん、分かります。
M8 が。M8 が。偉そうに。だからよくあるあの、心の相談室みたいな電話番号があるじゃないですか。はいはい。あれ、M8 の URL にしたらいいのにって思うんですよ。うん。だからあれぐらいの感じだと思うんですよね。要は向こうが心を開いて電話するところまで行けば、多少はこう中に入っていける可能性もあるけど、そこに電話すらできない人たちに、あなたはこうした方がいいですよとか言っても、もう響かないんじゃないかなって。なんか、そういうのを受けて、なんか、最近なんかもう、昔まではなんかよくアセンションなんて言葉があって、何でしたっけ、高次元、人は高次元になるんでしたっけ。高次元、なんか移動する的な感じですよね。次元が上がる、次元上昇、次元が上がる、次元が上がる、今僕もアセンションだって感じてるんですよ、その心は、あ、もうなんか愛も勉強して、アドラーも学んで、エニアグラムで自分を知って、あ、今僕は与える側だ、っていう認識があって、僕はなんかもう今高次元に行けている。そこはあれですよ、与える側っていうとちょっと語弊がある、語弊がある気はしますけど、ね、なるほど。ブッダ、手塚さんも、ああ、なるほど見ました、アドラーですよあれなるほど、で、まあなってないかもしれないけど、あ、こうやって人が変わっていって、全てがこの、なんていうんだろう、みんなが与える側になれば、それがアセンションなんだ。で、僕はもう今もこのグラデーションの上の方にいるって感じている今、あの、なんかブッダの話、はい、お前を殺す的なこと、もともと釈迦、まあ王様ですからね、釈迦王様でこの国を捨ててじゃないけど、はい、国を救うために出家したみたいな、はい、修行に出た、はいはい、で苦行とかをして、はい、苦行には意味がないんだ、なるほど、っていうところで、私は中眼なんだみたいな、なるほど、あの空眼、下眼、中眼、はいはいはい、中眼、中道、真ん中を行くんだみたいな、はい、っていうところで、こう国を捨てて逃げていった、あいつをこうに、あいつに復讐してやるみたいな、はい、人とか追手がいるわけですね、追手がいたりとか、はい、でその人をこう許したりとかするわけですよ、ね、はい、でそれがこう、もうアドラーですよ、アドラーの池で、みんながなれば、うん、なんで僕そのなんかよく、世界は一瞬にしてアセンションがって言うのは、なんってなんかちょっとこのキランってなるんですけど、そのアセンションっていう言葉の意味が、そのみんなが与える側になるっていう意味だと、それだったらアセンションはあるよって思うんです。それは難しくないですか。みんながなるって難しいじゃないですか。あ、そうそう、うん、あ、だから僕の言うアセンションは、そのアセンションの層の人と、じゃない層がいる、またそこで定理をつけるなるほど、あ、全然ダメだった僕ダメでした矛盾ありましたね今ね、出ましたね今、人間が出ましたね、私はちょっと業が出ました今、人よりも上であるっていう業が出ました、うん、すいません、なるほど、うん、確かに次元上昇です、なんでよく5次元人ですよ、隊長が言うアセンションは、うん、僕が言うアセンションはまたこうテクノロジー、そうですよね、あの、うん、チップが埋め込まれて、そうみんながもう スマートフォンが頭に入っているような感じ、うん、もうそれこう機械の体のレベルですよ、次元上昇するし、一瞬で全ての事情が理解できてしまう能力とか、それはみんながカチャって入れるだけだから、そっちの方が簡単かもしれないですね、みんながそうテクノロジー的に進化する、あのみんながチップをピッて埋めると、うん、あの一番優れた、うん、あの OS が入る、そうそう、まあ、OS とかだし、もだしスキルとか知識とか、はい、マトリックスこうなんかやったら格闘技の格闘技が身についたみたいな、はいはいはい、インストールしてる感じ、インストールするってなると、こう、まあ、それとあれですよ、広角機動隊のネットの世界ですよね、ああなるほど、こうネットとつながったことによって瞬時にいろんなスキルとか知識とかが、なんだろう、身につけることができる、取り出すことができる、はいはい、
とこう会話の中でも自然にこう何々の本での一節にとか言って言われても読んだことなくてもそれの一節がこう出てくるわけですよね。あ、そこにそういう言葉があったよねみたいな。でそこに自分の思いとかを乗せて発言したりするわけです。あ、思いは乗せれるんですね。思いは乗せれる。なるほど。こう広角機動体のでそれが本当にあなたなのかっていうのが広角機動体のテーマ的なところじゃないですか、はい、どれが本当の自分なんだ。そうですね。そう、こう外部から与えられたこうものと自分のものがこう入り混じって一つの人格みたいになってしまってるとどこから自分かというのが目的に言うアセンション。なるほど。どちらが合ってるかは分かんないですけども、合ってるとかっていうのもそもそもない気はしますけどね、はい、あ、合ってるの間違ってるのね。そうそうそう、はい、だからまあ僕的にそのインターステラーとかも、はい、まあ、フィクションですからね。あの映画の捉え方はこう愛とか思いにはエネルギーが実際にあるんだ、なるほど、だから科学なんだっていう捉え方をしたけど、まあ、その話そのものがフィクションじゃないですか。なのでそれが現実の社会に当てはまるかって言われるとそれはまあ分かりませんっていう。でも僕はもう怒ると思うことは怒る、うん、基本メッセージは送られてきている、うん、って感じながら今、うん、生きてる46歳。送られてきてる自分の思い通りになるって話かなって思ったんですよね。ああ、そう、うん、はい、そうです。誰かから送られてきてるっていうか、はい、その誰かから送られてきてるっていうのも自分だったって話じゃないですか。まあ、娘に送られて、そうですね、この送られて彼らが導いてるんだよみたいな話、はい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 、その彼らっていうのは自分だった、そもそも自分だったって話じゃないですか、はいはい、だからこう思いには力があるんだみたいな話。もう一回見ますインター、はい、なんでもしご覧になってない方がいらっしゃったら、うん、今 Amazon プライムで見ることができるので、はい、あのインターステラー、うん、もしくはテネットの話もしようだったら、うん、体調にテネットを見てねって話をするので、はい、うん、ちょっと難解なんでね、あの人の作品、まあ、インセプションもそうですもんね、うん、1回だけで全てを理解できるかっていうと難しいんで、無理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 、この層からこっちの夢に入ってこっちの夢に行って、うん、こっちの夢に行ってみたいな、そう1回ではなかなか、うん、見てねって言われたらちょっと 2,3 回見ていきます、はい、っていう要望があれば要望してください、はい、っていうところでした、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。